はいひとつきまさしみです、えー、今日はですねあの暴力問題で騒然となったその修学館というこの事件があってですね、うん、この熊本県八代市のサッカー部がこちらでですねあの起きたこのなんとも不思議な異常な事件30代のコーチが3年生部員に暴行した動画が SNS で拡散されて でなんかさらになんか生徒自身がなんか謝るようななんか自分たちが悪かったんですみたいな動画をアップしてでしかもそれが結局その暴行してた監督コーチの命令えっとね暴行してたのはコーチで監督が生徒に謝らせたってことが後で発覚したのよクソゴミクソゴミクソ野郎クソオブクソ何なんですかこれ でももなんかもうちょっと不気味すぎて実はこれね怖くて分からなかったんです私、うんで。なんでちょっとねあのー、コンさんに聞いてみようというふうに思いまして、うんうん、これは一体何なんだと。そもそもこれ何が起きたんですかえっとまず動画が先に発覚したんだけども、うん、その動画というのは、えー、生徒がコーチに えー、蹴られたり殴られたりする動画だったわけ、はあうん、でこれはどうなってんだっていうことで、まあまあ、ネット上にそれが流れてるから、うん、あの学校側が対処せんといかんということで何を最初にしたかというと、うんえー、なぜかその殴られた生徒たちサッカー部員たちが顔を出して、うんえー、実名で私たちがコーチをからかったので、えー、コーチが私たちを指導してくれたんですと。 つまり殴る蹴るが指導だと、うん。だから私たちが行けなかったっていう動画がその後出てきたわけです。つまり殴られた、うんえと、コーチから殴られている動画がアップしました。ネットで拡散しました。ししたそうです。で、えー、殴られてる側の生徒が、うん、あれは僕たちが悪かったんですっていうふうに動画を上げた。<う>で、それが自主的だと言われていたけど、後からそれは監督の命令によって作られた。そう。えっ、ー、と、 ロシア。ロシアの話を聞いているんですか、私は。<laughs> い,やい,やい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 や、これジャパン。<マ> <laughs> ジャパン。ジャパン、熊本。熊本は私の記憶では行ったこともあるので、日本だと思うんですけど。うん。なんですか、これ。っていうか、後すごい怖いのが。うん。ちょっとこんさん、これ修学館の高校のホームページなんですけど。うんうん。ちょっとあの。ひ開いてもらえます。 どうなります？怖い。何これ？これ何これ？やっぱ変だよねこれ。変だよ。これハッキングされてんじゃないのこれ？いやおそらくですね。アクセスがあまりに多くてメールが来ちゃうので、とりあえずこういう形にしとけと。何いやったんだと思います。これなんか、えこれなんか最初ブラウザがおかしいのかなと思ったけど再読み込み何回してもこれなんですよ。ちなみにですね、えー、修学館ドットイーディドット JP まで。 にとホームペーージに一応飛びますホームとか学校紹介とか出てくるけど、うん、押しても結局は何も出てきません。修学館高校っていうテキストが出るだけですこれこれなんかハッキングされてませんかいや違うと思うよ。えでもなんかいじめ防止っていうところもクリックしても出てこない いやそういう設定にしたんだよ。ちょっとこれ。だから多分、メールとかね、あのあるいは引用されるのが怖いから、うん、一時的にこういうふうにしたんだと思うよ。そううなの、うんでところが、下の方に行くとさ、まあいろいろ細かいこと書いてあるんだけどもさ。うんうん あのー、全部これが、あのー、クリックすると、修学館高校っていうテキストしか出てこなくなるっていうような仕様にしたんだと思うん <laughs> です。かこれ要するに、もう見られたくないわけですよ。引用されたくもないわけですよ。いや、なんか DDoS 攻撃でも中途半端に食らったのかな。いや、それはない,ない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 、<laughs> 絶対ない、多分 HTML が分かる先生が一人いて、多分それを急遽これはちょっと飛ばないようにしましょうっていうことで直したんだと思うよ。 だだだそれだけだと思うマジで、うん、まあそれぐらいにあのーあのー、じゃあすいませんコンさん、うん、はいちょっとすいません私こういうのすぐ調べたくなっちゃうんで教託発見しました教託、うん、見つけましたかはいええー、修学館高校の学校いじめ防止基本方針というページがちゃんとあります、うんうん、なるほどえーっとなんだって 魚ねサイトに入ってんだいじめ防止のための対策に関するんいじめ防止等のための対策に対する基本的な方針、うん、日本語おかしいよねいじめ防止等の対策の基本方針でのはずなんだけどねいじめの防止等のための対策に対する基本的な方針って <laughs> <laughs> まず日本語が変 日本語わかんないんだよこの人だよ<や>、うん、えっとジャパンですよね <laughs> ジャパンですけどジャパンですよね、うん、はいでちょっとせっかくなんですいません見つけちゃったんで読んでもいいでしょうかどうぞいじめ防止等の対策に関わる基本理念、うん、いじめはいじめを受けた生徒の心身に健全な成長及び人格の形成に重大な影響を及ぼすのみならず生命または、えー、身体に重大な危険を生じさせるなど一律しく人格を人権を侵害する行為そうだね うん、本校ではいじめの根絶に向けて教職員、保護者、地域住民など本教育に関わる関係者が相互に連携しいじめ防止基本法推進法が定めるいじめの禁止と関係者の責務を踏まえいじめ防止等に関する対策を行ういじめは人間として絶対に許されないとの認識のもと未然防止の取り組みを重視し人権教育や道徳教育情報モラル教育など取り組みを総合的かつ効果的に推進し本校の学校教育目標が示す りり合合いい支え合う教育のまあでも、まあまあ、なんか「い、うん、じめ絶対許さない」言うてるけどダメやん。ダメ、うん、やん。あや、うん。これでもあのいじめの定義は、うんえー、児童等に対して当該児童等が在籍する学校に在籍しているなどの えー、児童等との一定の人間関係にある児童等が行われる心理的または物理的な影響を与える行為、うん、ってことはこれコーチ入ってないわそうですコーチ入ってないわつまり、うん、学ど生徒同士のいじめはダメだけど、うん、コーチは OK なんだこれそう指導する側にはいじめはないことになってるわけだよ大人はそんないじめなんて間違ったことはしませんって言ってるわけよ ていうかあの魚拓すぐ見つかるよみんな、うん、<laughs> こんなの隠してても分かるっつーのうの、んそ,うんうん、その程度のリテラシーだよねこの田舎の高校っちゅうのは、うん、なんやこれちなみにうんこのニュースが出たのって、うんうん、いつからなんだろうね だから、えーっと、いつからっていうのは、この先月ぐらいからでしょ。うん、そうだね、最初にその、えー、っと3年生部員が暴行されてるところの動画が SNS で流出したのが、そう2週間ぐらい前かちなみにあのちゃんとしたホームページ、トップページはこんな形らしいです。「送りました、はいえー、修学館高等学校100周年記念事業未来創造への進化」。 <laughs> なるほどこういうホームページだったんですねうん、うん、なるほどね、うん、ここにな部活動一覧のところにサッカーとかどういうふうに紹介されてたんだろうなすごい気になるわ、うん、あまあいいやてかまあそういうおぞましいことがありましたとほ、うん、いでなんでこの隠蔽ですか 隠蔽しようと最初、監督がしたんだけども、いわば暴行問題で記者会見を体育館でやりました。うんうん、それが5月5日、子どもの日の午後のことです。うん、でそこで監督が、実はあの最初はね、生徒の自主的な動画だって説明していたけども、それは私がそのように嘘をつかせてしまい、申し訳ありませんって、90度お辞儀してます。してるね、うん、じゃちょっとでもこれすみません 営業マンとしては45度と言っときましょう。90度ありません、これは。ちなみにね、手前にいるのがその段原監督です。あ、監督は45度。で、一番奥が、えっと、おそらく校長で、真ん中にいるのが多分、あの普通の、なんていうか、先生たちだと思うんだけど、真ん中にいる先生たちがもの90度で、監督45度じゃねえかよ。そうなんだよ。わあかんわ。ちょっとね。 営業マン清水優子のお辞儀を見してやろう。見してやる。で、ポこの度は大変申し訳ありませんでした。あすごい。90度お,じお辞儀になっております。おそしてやめない、自発的に。<laughs> と、で、これでね、うん、いや、清水さん、いいよ、いいよもう,、うん、もう言われても、いえ、大変申し訳ございませんでした。清水さん、もう,い,やもういいよ、顔をげてください,い,い、うん。いや、本当に申し訳ありませんでした。<laughs> しましどうかどうか顔を上げてください <laughs> どうかシャミさん顔を上げてこの度は本当に申し訳ござい。具体的なお詫びについてお話しさせていただいてもよろしいですか皆様のお時間をとって本当に申し訳ごいません。<laughs> っていう感じで <laughs> <laughs> そこまでやれぐらいでいけるです。こんなお辞儀もう15年ぐらいしてよ。<laughs> <laughs> <laughs> まあね。 だな監督、とりあえずちょっとお辞儀講座受けに来い、150万くらいで教えてやるから、うん、ズームで。うん、ズームで。<laughs> <laughs> お前やで。怖いね、これ。うん、ただ、この暴行したコーチにはその後ね、うん、生徒たち会ってないんだって。はあ、うん。だから、え、その暴行したコーチ、どこ行ったんだろうね。えどこ行っちゃったん 多分あれだよマスコミからあのマイク向けられるの怖くて多分逃げてるんだと思うんだけどマジでそれで、あのー、このような部活動の暴力やパワハラは勝利・至上主義と連動しているというふうに東洋経済オンラインは書いておりますどういうことでしょうか勝利主義と連動しているえ勝利主義って言ってもさうん か <laughs> ちょっとよくわかんないんですけど、あの、うん、暴行すると強くなるんですかっていう信念のもとに、私は暴行していますって、<laughs> ちょっと意味分か<は>、えっと暴行すると、うんえー、勝利に近づいて、ばれそうになると、隠すのが勝利至上主義なの。 しありましたよフットボールのドラマの人気ドラマで。はい、俺俺がお前をこれから殴るーー夕,日夕日がおの、うん。違う違う夕日が丘かめめちゃめちゃゆるいドラマであれ。あ、そうだっけ、うん、そ,っちそっちはスポコンドラマじゃないから夕日がおかめちゃめちゃ優しいドラマです。あ<れ>あれな,なんだじゃああの暴力な方はなんだっけなんだっけあなんかあるよね。<laughs> あ夕日が丘、ちなみに夕日が丘の総理大臣ってやつです。あれはもうちょっとぽやんとしてたやつか。ポヤンとしてたやつで、す、あのー、そ,そういうのがあったんですね、うんあのー。で、だからそれはまさに昭和、ザ・昭和です。うん、殴って、もうなんていうの、監督も生徒も涙流しながら、お前ら負けて悔しくないのか、パーン、パーン、パーンみたいなさ。うん、でもそれはまだぎり、ぎ、ま、り分からなくはないじゃないですか。 だけど、だだけけどど俺 <laughs> それは殴るよコー,チもコーチも泣いてるわけよ。本当は叩きたくないのにみたいなノリなわけよ <laughs> ん。じゃあ叩かないでくださいって感じ。そうなんだけど、<laughs> でも今回の動画は、最初に上がった動画っていうのは、うん、もう一方的に生徒をボーンなんだよ。でもあるいはボンケにボンキックみたいな感じなわけよ。キモすぎる、怖すぎる。そう。 だから、とてもそのなんだ叩きたくないのにた叩く指導をせざるを得ないんだ、ごめんなと思って殴ってるようにとても見えないわけどっちにしろひどいけどなそう。どっちにしてもひどいんだけど、ああその勝利、市場主義っていうものを支え,てると支えるものは何なのかってことを僕ら考える必要があるわけうん、うん、でね、簡単に、えー、言うことはなかなか難しいんだけども、一番やっぱり大きな影響あるだろうなっていうのは少子化なんですよ。うん、要するに少子化っていうのは あのどんどん子供が減るから当然すべての私立校はね私立校っていわば経営だからさ、うん、お金が入ってこないと困るわけですで当然だけれども受験者数が増えた方がいいわけですというん、うん、ってことは人気のこれ私立高校なんですねそうですそうです、うん、だから人気の高校になり上がる必要が出てきちゃうわけ、うん、私立高校は特に、うん、まあ公立は別にほらあの税金で運営してるからさ 別に大して困りはしないわけだけど、うん、私立高校っていうのは何、何かが強くなきゃいけないわけ、うん、その生徒を強くする。で、例えば東大に行きたいかーってやつは、ラサールとかさ、麻布、うんね、とかさ、まあいろいろあるわけよ、うん、伝統校が。で、まあ彼ら私立,私立だけども、もう東大に行きたいなら、そこに入ればいいっていうんで、当然、一定数の生徒は確保できるよね。うん だけどじゃあ、もう勉強じゃかなわない、じゃあどうする、じゃあスポーツや文化で、あそこ全国で1位だぜ、インターハイで1位だぜっていうのが分かってくると、うん、野球でもサッカーでもなんでもそうだよね、うんあの、ダンスでもそうだ、うん、だどうにか全国1位にならなきゃいけないっていうことを私立は、あのなんていうかな、あの勉強以外で勝つにはそれしかないから、インターハイで1位取れるような人材育成をするしかないわけですよ、うん、経営上。 そ,そうだよね子どもの数減ってんだから、あのとにかくそのうちはあの全国で1位です、あるいはギリ2位です。うん、3位って微妙だよね、だってみんな名前覚えないじゃん、3番目の。うん、例えばゴールドメダリストは名前覚える、まあ銀メダルもギリ名前覚える、でも銅メダリストって、うん、覚えてなないでしょみんな日本で一番有名な銅メダリストは、ですね、うん、人生をゴールドにっていう本を書いた橋本聖子さんです。うん あでもあの人もさ、うん、北海道の寒い中さ4歳とか5歳三歳それぐらいの時に3歳,で3歳であの自転車補助輪なしで乗れるかってお父さんに言われて「うん、はい乗れます」って言ったら乗れなくってね「ね、うん、あうとついたのかお前」って言って池にボチャーンって、うん、そういうこと勝利上主義そういうことです,ううとです勝利上主義とはそういうものですそれで勝ち上がってきたやつだけを 褒めたたえるってことです怖<っ>でもちろん専門のコーチがこの私立の学校には雇われるはずなんですよ。うん、だからサッカーならサッカーのプロ経験があるとかないとかね。でだけどですよコーチにもランクがあります。はあ、で同じ J リーグの中でもまあ、J、仮に J1 でなくても J2 でもいいから監督をやってたとか。あの J リーグのビジネス界隈で生き残れる人はかなりいい成果を上げた人たちだよね。うん、で、やっぱりそこには入れない、だってサッカーって1試合11人出るわけだから、うん、全員が全員残れるわけじゃないわけで、うん、J リーグのビジネス界隈に。その外側にアマチュアスポーツがあるわけじゃん。うん、で、アマチュアスポーツなんですよ、私立高校っていうのは基本的にね。うんうん、だって、インターハイで1位取れるかどうかが、その学校の名前が有名になるかどうかだから。 なるほど別にそのままだって高校生でそのままあのなんだろう J, あの J リーガーになる子もいるけどもね、うん、あのいるんだけれどもそのレベルだったらもう別に個別にピックアップされるわけよ J, J リーグの方に、うん、なので全体の質を上げてうちの学校の名前で勝ってくれないと困るよって話しないと私立高校にとっては。ということです、ねうん。 ということは、まあ、J リーグのコーチはなかなか厳しいかもしれないけど、高校レベルの,年,あの年収を払えば来てくれるようなコーチになるよね、どうしても。そうすると、その人が、まあ、おそらく年次契約だと思うの、1年でどのぐらい成果を上げたか、うんで、次も年次更新しますよみたいな話だと思うから、まあ、仮にそれが最初から3年契約であったとしても、3年以内にはむしろあの1位にならなきゃいけないわけだよ。なるほどな。 だからコーチの,、ね、とのを考えれば<の>、うん、生徒にしわ寄せがそもそも行く仕組みなんだよ、これ。ちょっとあの、なんかあまりにも気持ち悪すぎて、お,お腹痛くなってきたから、うん、取りレいっていいですか。あ、どうぞ。一時停止。<laughs> あー、お腹痛くなった。<laughs> なんなんですか、この気持ち悪いのは、しかしまず大人が飯の食いっぱぐれがないようにですね。うん、まあ、あのー、子供を猿回しの猿のようにね、データ下にさせて。 でうちの学校の経営盤石やのおほほ,ほみたいな話やん <laughs> もうおぞましすぎる <laughs> おぞましすぎる <laughs> それでねちょっとほ、あのー、あまりに痛いらしいので、うん、ちょっと他のデータを引っ張らさせてもらいます、うん、あのね桑田真澄さん元巨人軍選手ですねああ私も知ってるぐらい有名な桑田さんうん、うん、この人がね早稲田大学大学院に入ったんですねはい で2010年、だから今から12年前です、えー、論文執筆のために現役プロ野球選手270人を対象に体罰に関するアンケートを取ったえっ、桑田真澄、そんなことやってんの素晴らしいでしょ。すげえ、よくそんななことやったな うん、そしたらね、指導者から体罰を受けたことがあるは中学で45%、高校で46%。指導者から体罰を受けたことがあるという人は、うん、中学で45%、高校で46%。で先輩から体罰を受けたことがあるは中学で36%、高校では51%。 そして体罰について必要か、時には必要かと問いかけたところ、83%の選手が体罰を容認していた。えっと。あこれ10年以上前の一応調査ではあるものの、あ<ー>その受ける側の生徒もしょうがねえんじゃねえ体罰って思ってたわけよ。完全にやられてますね。 でその頃現役のプロ野球選手だったわけだから、うん、当然今12年後だからコーチやってますよね、うん、なるほど恐ろしくないですかちょっともう今日取るのやめようかなって思う,よ、ね、<laughs> もうやめようかお腹痛くなるこれちょっとスポーツ界やばすぎっすようんそうしかもさちょっと他のネタもあさってたらさ、うん 高校野球の審判がね、私に逆らうからストライクもボールになるんだと言い放ったというニュースもありましてですね。神高校野球の審判は神らしいです、どうやら。これし、デイリー新調か。そ<う>神ですか私に逆らうからストライクもボールになるんだ。私に逆らうからストライクもボールになるっていうのは、 これは、えー、っと、大学野球か。高校野球で。あ、高校野球か。うん、ええー、なに,なにファーボールが一試合で、四十一個。うん、はあ。はなんですか、これ。だから、せっかくね、しごかれて、しごかれて、コーチにしごかれて、殴られて、蹴られて。 甲子園に行っても審判にね,ね言われちゃうわけよ私に逆らうからストライクもボールになるんだ高校野球って何マソリストじゃないとなれないのかな、うん、選手に、うん、恐ろしいしかもですね京都新聞もっとすごいですよ高校スポーツ留学生怪我で退部処分 留学生うんけが、うん、留学してきたのに日本にけがでもう退部なのお前使えねえっつってやっぱロシアなんじゃないの、えー、これね陸,、あのー、陸上部の女性でエチオピから来た女の子なんだけども日弁連に人権救済申し立てたそうですわ。 神奈川の私立の高校の陸上部で入ったんだけども、まあ足の怪我が原因で学校側から退部処分をされて通学ができなくなっちゃった。日本の未来はおう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 ああもう終わった終わっただから誰のための教育なの。 結局、子どものためじゃないじゃん。学校の維持のための教育じゃん、これ。うん、っていうことは、平気で行われてんだな、この国って。しかも少子化だから、まあ、うん、まあ滅亡するわな、これじゃあ、絶対も。もう終わりだよ、終わりだよ、もうこれ。<laughs> 子ども大事にしとらんやん、もう。親も子ども大事にしとらんし。学校も。学校もしとらんし。誰が事しんで丈大人になったらあ,、うん、あの出世競争に明けくられるわけですよね。出世どころか、もう雇用の場合がないです。で、年金は不安です。うん そう年金お前ら払えって若者言われるわけだ。今のおじいちゃんたちのために払え。しかも税率はもうアップするからな。もういいか国かいい国かが全部いじめてるじゃん、子供。おうおはなんだこれは。自国、ね、か、ここは。ロシアでもなかった。そう、ロシア以上だね、ある意味、ね。自国だった。うん。 まあ、ロシアの若者もあの国外に今、逃亡し始めてるらしいですがまああのロシアはロシアでね、うん、あの何が起きてるかっていうと、うん、あの勝手にドーピングされますから、嫌がってもやられるしだからあのロシアの国名で選手登録はできないんだよ五輪とかで、恐怖やな、本当にもう。 ちなみに五輪は難民チームっていうのがありますねああ、うん。だから別に国生まれたら難民チームで戦うしかないんだけどね。これ、こんなのが教育の現場でさ、はびこってたら、うんうん、うまくいかんって。うん、僕の高校も一応進学校だけど、あのー、柔道が必須だったんですよ。なんででねいや、要知らん中、中学校上がりの、だから伝統校だからですよね。 だからなぜ、ね、か分からんけど、やらされててさ、柔道。で、あの先生がねあの、元プロレスラーの仲間が多い、なんかそっち系の人で、うん、あのすぐ生徒を落とすんだよ。で泡,ふ泡吹いて倒れんだ、ね、よで、戻すんだよ、落とした生徒を。<は>そ,れそれ目の前で見て、お尻筋してたりするんだよ、高校生が。お前らこのあの、下がらったらこうなるんで分かっとるやな、みたいなさ。 そそもう終わらんしかないよねあのー、私不登校で、うん、中学校は1ヶ月しか行ってなくて、うん、で高校は通信制で部活動なんかない、うんうん、だって65歳の高校生とかいるんだもん通信で、うんうん、まあね、うん、だから制服もないんですよ、うん、だってそうしないと65歳の 男性に学生服とか着せたらどうなりますか、うん、もうオスプレイヤーやも完全な60歳のお姉さんに、うん、女子高生の格好を出したらどうなりますか <laughs> それもう,もういじめに近いじゃん <laughs> う,うん。だから部活もないの、うん、<laughs> ちょっとあのちょっとあの異国からやってきた気分です私この話聞いててなるほどね,ほどね、うん、試験も何にもないのかな 試験も何にもない。<laughs> でも通信制は試験あるよね。ゲ<ッ>ねゲッゲ,ッゲッのゲー <laughs> あいや。あれ、試験ないっすよ。あ、そうなんだ。試験って何期末試験とかあるですか <laughs> おいしくないよ、試験は。えっと、期末、うん、とか、中間期末ないのっていうのは、うん、中学校の時に私は1回だけ受けました。あ通信制はないのか。通信制ないよ。 おいいないいでしょ、うん、中学校し,しかも中学校の時私受けたの,あの学校行ってなくって、うん、なんか母親が数学の先生にいじめられたんです担任の<ー>私をいじめた数学の担任が母親をいじめて、うん「うちの子供どうなるんでしょうか?」って担任に相談しに行ったら「学校に来て勉強教えりゃうまくいくんだよ」とかって言ったのうまくいって就職しろって話えあの要するに勉強ついていけるんでしょうかって 母親が相談しに行ったら「学校に来たら教えてあげますよってあ中学の時かそうああふざけんなよねで母親が珍しく「学校行け」って言ったら母親が「こんなとこ行かんでええわ」って言うるほど怒って帰ってきてでも親戚のおっさんとかはさ「学校どうするんだよとかって言うから仕方ないから期末試験だけその数学だけ受けに行ってああ 学年1位取っっって帰っててーつ帰きた、うん、なるほどねそしたらあの何も言わんようになった、うんうん、っていうのが試験の思い出そっか<ー>高校って期末試験あるんだね中間とかあるよ普通に中間も期末の試験があって部活動も義務なんですか義務ではないえでもで柔道があ柔道はね正規の授業なの余計あかんやん余計あかんよみんなおしっこ漏らしてたよ <laughs> だから締められるから、こうやって。俺れさあ、もう、うん自、自国か。そう、自国なんだよ。俺が知らんだけで、日本ってのは自国なのか。俺も大概な人生歩んでるけど、<う>自国じゃねえか、そんなの。だから、いわゆる指導士っていうのがあるんだよ、体育でさ。でしかも、柔道、確か一番多かったはずですよ。そう、熱中症で死んじゃう子がいたりとかさ、あのそんなだから、むしゃぶりさせてんのよ。だから学校で死ぬ子っているんだよ、実際に。 もういい。今日はうん。もういい。とりあえず部活動廃止でいいわうん。てか学校なくなればいいのに。普通に。行かない方がいいですよ。どう今今大人だと思います。うん、行く必要なかった。うん。いや、あの行かなくっても、私別に普通に大学受験は受かりましたよ。そうなんだよ。今だったら高卒認定。受ければね。大学行きたい人は行けるからさ。 ダメージ受けたなこれあまりにもちょっと想像以上にひどかったそ<う>でしかもこれが多分異常なことなんじゃなくって、うん、普通なんでしょうね普通でしょうねだからみんな子供が耐えるの当たり前っていうのは学校の指導ってやつなんだよ校則にあるからとかさこの学校の理念だからとかさそこに交渉の余地ほとんどないわけだよ だから子供の権利とかさ、子供の最善の利益とかさ、なんか言ってるおばちゃんおるんやけど、何ないんそれって、お前。子供を対等な交渉相手として認めてないのに、子供の権利もクソもあるかいって。ねえ、コーチンの蹴りとかキックとか、あー、結構同じや。キックやパンチを、ね、逃げる権利すらないんだよ、うん、日本の子供って。怖いね。ああ。 もうすみません。今日はちょっと元気なくしたんで、<laughs> あのー、ま、あのー、いつもだったら流れるように中高年向け副業講座の販売に行くんですけど、ちょっともう無理だ。とりあえず、興味ある人は、YouTube 説明欄見といて。はい、本さんどうもありがとうございました。皆さんもそして、学校でお勤めご苦労様です。本当です。はい、じゃあねー。